トカゲのおっさんキュンです。キュンですってよ。あら、わあ、なんか両方両目がなんか脱皮不全になってる感じしますね。眼軟膏の薬を毎日塗ってるし、なんでなんですかね。まあ、目の脱皮不全ってね、脱皮のタイミングで目の中の脱皮片も取れるんですよね。でそこから治っていくパターンが多いので、もしかしたら綺麗に、ね、治るかもしれないですね。この子がね、まさに脱皮をして目の中の脱皮片も一緒に取れて綺麗になった子ですね。はい、今ね食欲もすごいあって元気に回復しましたね。はい、今ちょうどねテトラさんのレプチゾルがあるので与えときたいなと思います。これはね液体のビタミン剤ですね。舐めて舐めて、もうちょっと舐めて、よしよしよし。はい、サイクスレインボーの子なんですけど、今ねちょうど脱皮が始まりました。で皮が浮いててもう取れそうなので、おっさんが手伝おうかなと思います。よいしょ。はい、どうかな、この目のとこも一緒に脱皮片がね取れてくれたらいいんですけど。あれ、なんだかな、目玉のとこね、ピー取れそうですね。ちょっと落ち着いて落ち着いて。取れますよね、綺麗に。目の周り取れましたけど、目の中の脱皮片はね取れてない感じしますね。いいですね。ちょっとね、いい感じで。手はどうだ？お、手いいですね。皮
の状態は良さそうです。前みたいになってますね。真っ白になってます。この子ね、この目の違和感から餌を食べなくなっちゃってるので、尻尾もねちょっと細くなってきてるんですよね。だけ流動食ですね、流動食と岩軟膏と温浴ですね、それをやっております。この目が治ればね、ご飯もがっつり食べるようになると思うんですけど、なかなか治らないですね。でこの首プニは、まあ、今んとこ大きくなったり、まあ、触って痛がったりとか、まあ、そんなことは全くないので、まあ、脇プニの一種なんじゃないかなって思ってますね。はい、それよりね、この目の脱皮不全を早く治したいとこですよね。はい、サイクスレインボーの子なんですけど、脱皮がちょっとできてないですね。1日ぐらいちょっと様子見てたんですけど、なんかパラパラみたいで、手伝ってあげないといけない感じになってますね。どうなんですかね。どうかな。なんか結構綺麗ですけどね。うん、目開けてくれないですね。うん。あ、でもいいですね。なんかカピカピしてないんで。もしかしたら取れたかもしれないですね。ここは手の皮の状態どうかな。うん、いいですね。今の時期はね、湿度が高いんで脱皮の皮もねパラパラになりにくいので、この子もなんか大丈夫そうですね。ただね、ちょっと尻尾が細いですね。しばらく餌をちゃんと食べれてないので細くなっちゃってますね。一応ね、温浴の準備もしたんですけど、温浴するまでもない感じですね。
でも目だけ洗っとこうかな。あ、だいぶいい。あ、だいぶいいですね。若干まだ濁ってますけど、なんかゴミは取れてる感じがしますね。で、相変わらずのこのしこりなんですけど、まだ残ってますね。なんか脇腑になんかな、こっちら辺、こっち側ね、あんまないですけどね、こっちが大きいですね。触り心地は脇腑と同じ感じですね。はい。はい、ということで、サイクスレインボーさんの前編の動画を上げたんですけど、その動画でかなりね、心配されている視聴者さんが多かったので、まだこの子治ってる途中なんですけど、ちょっと早めにね、動画を上げようと思ってます。で、目の方なんですけど、今こんな感じですね。はい、若干濁ってはいるんですけど、回復に向かってる状態ですね。はい。で、後でお見せするんですけど、餌もね、バクバク食べるようになってるので、このままね、回復していくんじゃないかなと思っております。はい、夜になりましたので餌やってみましょうかね。届いてない。そうそうそう。よかったよかった。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。クビプニさんのね、動画をお見せしましたけど、結局ご飯をね、普通に食べるようになってから、まあ、勝手に治ったっていう感じですね。で、目の脱皮不全の方もね、獣医師さんの治療法と同じ眼軟膏を塗ったらね、治ったっていう感じですね。はい、そんな感じでね、この動画は終わろうかなと思うんですけど、最新の情報でですね、クビプニが治って2週間ぐらいした後、新たなね、病気が発覚しました。大体病名は分かってたんですけど、それが合ってるのかっていうのを、まあ、病院に連れてって見てもらいましたね。そしたら痛風でございました。はい、痛風の原因をお医者さんに聞くと、体質って言われましたね。痛風になりやすい体質の子がいるということで、おっさんの店舗でね、そういう子が出てきたっていう感じですね。はい、こんな感じでその動画はね、また今度ご紹介したいと思います。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。